こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日は充電業界の業界研究をしていきます。この業界を一言で言うと、大規模なプロジェクトに関わりたい方におすすめです。充電業界は大規模な電気機械を製造しています。発電所や発電機や鉄道など、経済発展には欠かせない社会インフラを提供しているのが特徴になります。そんな大規模でかつ社会的にめちゃくちゃ重要な分野の仕事のため、充電業界は参入障壁が高くて、日本を代表するような超大手企業が中心を担っている、そういった点が特徴と言えます。そんな充電業界で押さえるべきポイントはこちらの3つです。今日はこの3つについて詳しく解説していくので、ぜひ最後まで見てください。それではまずは充電業界の概要から入っていきます。充電とは充電機器の略称で、火力発電所とか原子力発電所とか風力発電所、地熱発電所とか工場施設とか商業施設で使われるような変圧器、高圧遮断器、スイッチギア、ガス絶縁閉会装置だったり、鉄道みたいな大型な機械を指します。充電機器は私たちが生きていくのに欠かせない存在であり、この業界はエネルギーだったりインフラを支えるめちゃくちゃ重要な業界の一つです。現在この業界の国内市場規模は約 5.4 兆円と言われています。今後も再生可能エネルギーが普及したり、インフラがどんどん老朽化してしまっているんで、それに伴って充電機器の需要拡大、これが予想されています。続いては、ぶっちゃけどんな仕事をするのかっていうところを解説していこうと思います。充電メーカーの仕事は、発電所を作るとか、鉄道を作るとか、そういった超大規模なものが中心になります。一つの案件で何十億とか何百億もの大きなお金が動くんです。そういった大規模案件なので、受注を取るまでのプロセスで何年もかかったりとか、受注から納品するまでにも何年もかかったり、納品後もずっと使われるものなので、何十年も保守メンテナンスを行っていく、そういうようなかなり長い期間をかけて取り組む仕事になります。これらの長いプロセスにおいて、当然ですがミスが発生してはいけないですし、関係者も非常にたくさんいるので、そういった多くの関係者とコミュニケーションをとって、合意形成をとって、調整してみたいなことが非常に大切な、丁寧に物事を進めていくということが求められやすいです。そのため向いている方としては、早くいろんなことに挑戦したいんだよねという方よりは、大きなプロジェクトに腰を据えて関わっていきたいな、そういうタイプの方の方がこの業界に合っているんじゃないかなと思います。そんな充電業界を代表する企業の平均年収はこちらです。3社とも平均年収800万円超えているのはかなり高い分野だなというふうに思います。就活キャリアの悩みを無料匿名無制限でプロに相談できるのはキャリアオン。 98% の相談が1日以内に返信がもらえるので、面接前日の相談でも大丈夫。自分の知りたいことは検索でも解決できる。気になる方は概要欄をチェック。充電業界を代表する企業の売上高も見ていきましょう。それはこちらです。この3社について1社ずつ詳しく解説していきます。日立製作所は1910年に発電機などの産業機器の国産化、これを目指して作られた企業です。1940年から70年代には日本経済の発展に伴うエネルギーだったり交通網のインフラ設備を行うなど、110年以上にわたって日本経済を支えてきました。また1960年以降は銀行系、産業系の IT 対応や、1980年代の大型コンピューターの開発提供など、インターネットへの対応を行う中で IT 技術も兼ね備えています。さらにプロダクト納品後に顧客が運用していくオペレーショナルテクノロジーのノウハウも蓄積していて、 OT×IT× プロダクトを1グループ内に持っていることが最大の強みです。続いては三菱電機です。三菱電機は充電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭機器などの製造を行っています。三菱電機は幅広い分野において独自技術を持っていることが強みです。特許の保有している件数だったり出願している件数、この両方とも国内外で高い水準を維持しています。さらに事業領域が広いという点も特徴になります。どのような分野があるかというと、これら12個もの分野で事業を展開していて、それぞれの領域で存在感を放っています。続いては東芝です。
東芝は1875年に田中製作所として創業し、1939年に東京電機と合併して東京芝浦電機が誕生し、1984年に現在と同じ東芝に改称されました。東芝は日本初の白熱電球や世界初のラプトップ PC を開発するなど、数々の日本初、世界初の技術、製品を生み出しています。最近では AI 技術やセキュリティ技術などのデジタル技術を活用した最先端のセキュリティソリューションを提供していたり、他にもパワー半導体や化合物半導体などの製品で社会インフラの電力効率改善や社会のデジタル化、情報インフラをリードしています。続いては充電業界の未来についてです。ここでの重要トピックはこちらになります。充電業界のメインでもある発電所ですが、世界的な脱炭素の動きを受け、各社火力発電所への注力度合いを下げて、それ以外に力を入れていく、こんな動きが出てきています。実際に2020年9月には業界最大手の日立製作所が火力発電事業を三菱重工に譲渡しています。エネルギー価格の上昇に伴い、日本でも再稼働が期待される原子力発電所ですが、新規建設は国民の理解がなかなか得られにくく、こちらも厳しい状況にあります。こうした流れを受けて充電メーカー各社は再生エネルギー分野に舵を取り、事業を強化しています。日立製作所は2022年3月にドイツで電気バス向け EV 充電システムを開発していたり、イギリスで風力発電をつなぐ送配電システムを開発していたりと、積極的に海外でも展開しています。また東芝は電力エネルギーの安定化を図る VPP 技術に注力しています。 VPP とは太陽光発電や風力発電など散在するエネルギーを IoT で遠隔制御して一つの発電所のように機能させる技術のことです。天候に左右されやすい不安定な再生可能エネルギーの電力を安定化させることができます。VPP は東芝以外にも日立、三菱電機、富士電機などでも展開しています。世界的な脱炭素の流れにより、日本の充電業界は変化が迫られています。近年では代替としての再生可能エネルギーが注力されていますが、再生可能エネルギーは電力の安定化や効率性といった面で課題が多くあるのも現実です。このような状況下の中で、日本を代表する充電企業各社、それらがどのような舵取りを行っていくのか、そういった部分は日本の未来を左右することなので、興味がある方はぜひ調べてみてください。以上が充電業界の業界研究となります。この動画が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。